初めて手にしたフェンダーがテレキャスターなの。1980年に78年製の普通のテレキャスターを、それがマイファーストフェンダー、だんだんギターのことをもっと詳しく知りたいななんてすごくなってる頃に、その時のスタジオミュージシャンの先輩に食事に来いよって言われて行って、ギターの話をしてた。そしたら、お前はもっとずっとギター弾くだろう。弾きます弾きます、ずっと弾きます、一生弾きますだろう。今何使ってるの？こんなギター使ってます。ああそうかそうか、テレキャスに戻るよって言われてんの。その時覚えてるの、すっごく。それが21、2ぐらいの時に当たりました。戻りましたね、完璧に。毎日テレキャスですよ。レッド・ゼッペリンのジミー・ペイジがゼッペリンのファースト、セカンドと全部テレキャスで弾いてるんですよ。でもライブの時は違う。レコーディングの時はテレキャスを使って、あの天国への階段のソロでさえそうだから、3枚目までよ、ね、その時に使ってたアンプっていうのがまたあって、まあ当時のもんだけど、同じもん揃えたら出るかな、やったの。失神しそうでしたね。ジミー・ペイジがここにいるの。うん、あの時にもっと頑張ろうと思うの。こっちはレコードをかけてスピーカーから出てくるあの音って生で聞くことができるんだ、そこにはすごい夢があるでしょ。だからそういう歴史的な楽器たちをなんか揃えたくなっちゃう。常にこのギタリストっていう枠の中では全員が先輩で、全員が後輩で、全員がライバルで、あの常に全員が上である。それはきっと初めてギターを始めて2年目の人と、ギターを始めて40年目の人、どっちが上手いかっつったら、40年目の人は2年目の人よりはるかに上手だけど勝てない部分がいっぱいある、うん、でも2年目の人は40年目の人ほど弾けないけど、40年目の人よりはるかに勝てる部分があるっていう、常にそのギタリストの中にはそういうなんか渦が巻いてるんじゃないかなっていうふうに思うから、もっと練習しなきゃダメだね、勉強じゃなくて。そろそろ